こんにちは、レトスノーノです。今回は、宅研試験で多くの受験生が勘違いしている内容、これをお伝えしていこうと思います。まあ、ここで何と何について勘違いしているか言ってしまうと、今から解いていただく問題に影響出てきますので、何と何についての違いなのか、これは後々解説していきます。なので、まずはこの問題を解いていただければと思います。で、解いていただいた上で、これは何と何について勘違いしやすい問題なのか、 考えていただければと思います。弊社レトスは無理なく無駄なく効率的に達見合格に導く個別指導を行っております。達見試験は理解しながら勉強すれば1回で合格できる資格なんで、ぜひ理解学習を実践して次の試験で合格していただければと思います。それでは勘違いしやすい問題をどうぞ。では問題に入っていきます。農業者が自己所有の市街化区域外の農地に 事故の居住用の住宅を建設するため、転用する場合は、農地法の許可を受ける必要はない。まるか罰かという問題です。少し考えてみてください。まあ、内容的には難しくないんですけれども、まあ、比較的混乱しやすい、間違いやすい、引っかかりやすい問題となっております。で、答えはこれは誤りです。罰ということですね。で、何が誤りなのか、 というと、問題文では、市街化区域外の農地、これについて、住宅を建設するために転用しようとしてるんですよね。これ問われているのは農地法なので、市街化区域外の農地を転用する場合には、農地法の4条許可必要じゃないですか。なので、答えは×ということになります。で、一応関連ポイントとしては、これ市街化区域内だった場合、市街化区域の内側ですね、の農地であれば、 農地を転用するときに、許可までは必要じゃなくて、農業委員会に届け出をすれば OK でしたよね。この点も合わせて覚えていただければと思うんですけれども、今回何と勘違いしやすいかというと、ここにも書いてある開発許可なんですよ。開発許可のルールでは、市街化区域外については、農業者が自己居住用の建物を建築するための開発行為って、開発許可不要なんですね。 つまり農業者がマイホームを建築するために開発行為を行いますよっていう場合は開発許可不要なんですよ。つまりこの問題文を市害。農業者が自己所有の市街化区域外の農地について事故の居住用の住宅を建設するための開発行為を行う場合は開発許可を受ける必要はない。丸かツかという問題だったらこれは丸になっちゃうんですね。つまり開発許可と農地法の許可っていうのは 別々のルールであって、問題文からどちらが問われているのかをちゃんと確認する必要がありますよっていう話です。今回は問題文にここに農地法の許可って書いてありますので、農地法を考えるといった流れになります。そして弊社レトスは限られた時間で試験に臨む方が暗記に頼らない理解学習とワントゥーワンの丁寧な勉強の進捗管理サポートで無理なく無駄なく 悩むことなく、宅見合格を勝ち取る個別指導を行っております。これまで1000名以上の方に個別指導を受講していただき、4年連続7割超えの合格率を出した実績もございます。もしあなたが忙しくて勉強時間が取れない、暗記が苦手、勉強が続かない、もしこんなお悩みをお持ちであれば、個別指導をご利用ください。これらの悩みを解決して、宅見合格に大きく近づいていただきます。 個別指導はこの動画の下の概要欄に URL を貼っておきますのでそちらからご確認ください。もう年末となって来年は絶対合格しよう。そう思っている方も多いと思います。年始から気持ち新たに勉強を開始するためにこの年末から個別指導をご利用いただければと思います。今からであればあなたに来年合格していただく自信ありますので一緒に勉強できたら嬉しいです。あなたの受講をお待ちしております。レトスのオノでした。